アラン4世は、ブルターニュ皇。オエル2世とアボワーズド・ブルターニュの子。コルヌアイユクデンヌ博、ナントクとなり1084年に、ブルターニュ皇となった。シャトーラン城で誕生した。アラン4世は、ブルトン語を話した最後のブルターニュ皇と呼ばれている。1084年、トーエル2世の死に伴い、行位を継承した。1084年、 彼は亡き父と祖父が行ったカンペルレのサントクロは、修道院に対するすべての寄進について追認している。しかし同じ年、彼は、ランデベネック修道院に水車と水門、そして、シャトーランの魚場を寄進している。アラン四世は、レンヌ白領における、ブルターニュ公の総資権を復元させなければならなかった。コナン二世の異母帝、ジョフロワ・グレノナが存命中は、 レンヌ博を継承していたからである。1084年以降、彼は自軍の先頭に立って、レンヌを攻略、グレノナをカンペールへ送り、同年のうちにグレノナが死亡したため、アラン四世はレンヌ博の称号を回復した。同年、彼は実帝マティアスをナント博に任命し、彼らの叔父である司教部のアドコルヌアイユに忠実に支えられた。1103年にマティアスが、 子供のないまま死去すると、なんと白霊は、ブルター入公領に返した。1086年か1087年、アラン四世は、最初の日として、ウィリアム征服王の娘、コンスタンスをめとった。彼女とは、子供がなく、コンスタンスは1090年に急世した。1093年、アンジュー白古世の長女で、古く三世、ネラの孫娘にあたり、 アキテーヌ公ーギオーム9世と離婚したエルマンガルドュ獣と再婚した。アランは自らが生まれた広告のブルトン語地域に滞在することを好んだ。王霊の城、そしてサントクロは修道院近くのカルノエトで暮らすことを特に望んだ。広告が平穏であるためアラン4世はローマ教皇ウルバヌス2世の召喚に応じ、ブルトン人領主たちを引き連れ1096年夏。 1> 第1回十字軍に参加した。アラン四世は5年もの間広告を留守にし、その間広告は、非、エルマンガルドの強力な試験のもとに置かれていた。十字軍から帰国すると、信仰厚い日の影響を受けたアラン四世は、徐々に信仰に重きを置くようになり、1100年から1112年に、かけての14の法令のうち7つは、ロワール川渓谷においての修道院設立に関わる。 ものだった。トゥールのマルムーィエ修道院、アンジェのサンセルジュ修道院とサンニコラ修道院などで、ある。精神世界に向けた彼の行動は、イングランドをヘンリー赤学王とその、実刑のルマンディー公ロベールと、争いからアラン4世を守ることはできず、彼は1106年のタンシュブレ礼の戦いに参加した。イングランドへのブルトン貴族の定着が続いた。ヘンリー一世は、オリビエドディナン、 ギオムドービニー、アラン・フィツ・フラーに土地を授けた。年代記作家オレデリック・ビタリスによれば、1113年3月、フランス王、ルイヒマン王とヘンリー一世の会談のさなか、フランス王は、ブルターニュの特権を認めたとしてアラン4世を、ヘンリー一世直属の家臣と呼んだ。当時ヘンリー一世の諸子マティルダとアラン4世、公子コナンを婚約させていたので、ブルターニュ公は、 イングランド王に徴降する進化であった。病を得た、アラン4世は、息子コナンに政治を託した。コナンは1115年に、ブルターニュコとして、最初の少々発した。アラン4世は、ルドンのサンソブール修道院に陰性し、1119年に、そこで没した。1086年、コンスタンスド・ノルマンディーと結婚したが、1090年に、死別した。 1090年から1095年の間に、ガティネ及び、アンジュハクフルク4世の娘で、アキテイヌーヌ公ギオーム9世と離婚した、エルマンガルド団獣と再婚し、以下3子を設けた。指名不詳の愛称との間に1死を設けた。ありがとうございます。